はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ユベルダスエイビヒリービベヒターです。さあ本日なんですが、究極のファンデッキを作ってきました。あのね、ユベルって、結構あの原作ではいろんなカード使ってるんですけど、ユベルモンスターとあとね、ゲンマっていうね、この3種類のこの3ゲンマと言われているこの辺のねカードもね、あの使ってるんですよ。これ一応ね、混沌の将来神がこの辺のカードを繋いでくれて、一応ね、ガッチャンコできるんですよね。だから、自称ユベルデッキできるんですよ。ということで、今日は、超融合もガッツリ積んだ、まさにユベルデッキですね、これは。これはね、ユベルデッキと言っていい。うん。これ使っていきたいと思います。で、ユベルデッキとゲンマデッキを組み合わせるメリットっていうのが、実はそんなにはなくて、言っちゃうけど、正直ユベルはユベルで組んだ方がいいし、ゲンマはゲンマで組んだ方が、ゲンマにはユベルちょっと入れてもいいかもしれないけど、どっちかっていうとですね、ゲンマデッキをユベルギミックでサポートしてあげるのが一番強いなっていう気はしてるんですけど、正直、その新規カードで追加されてるやつとか、ちらほらいるんですけど、なんかそこまで、そのゲンマとユベルがこうガッチャンコしたらめっちゃ強くなるっていうわけじゃないんだよな。そこがちょっと、問題点ではあるんだけど、それはもうほんとファンデッキだから許してほしいって感じですね。で、今回はね、一回ユベルのデッキ紹介したんですけど、その時も超融合一切入ってなくて、超融合型じゃなくて普通に展開する型になってたんですけど、今回はユベルといえばということで、超融合、がっつり積んで、ドラゴンとかガルーラとか、このエビヒビリベヒターとかを、出していきたい。で、あと、ゲンマ入ってるんですけど、これ実はですね、新規モンスターでこのゲンマの召喚神っていうやつが出てまして、こいつが意外と強いんですね。ゲンマデッキで使うと。このゲンマ系のモンスターサーチながらゲンマ系のモンスターを召喚条件無視で出せるっていう効果あって。で、これで、ゲンマ特殊ができるのと、あと、これ墓地から除外すると次元融合札加えられるんで、次元融合札を加えると、この、混沌ゲンマアーミタイルっていうクソノギモンスター、これが出せます。はい。で、これも一応狙っていきたいですね。はい。あんまりね、こいつ出すことはないんですけど、一応だからここは抜いても正直、こことかこことか、これとかは正直抜いた方が強いんだけど、ちょっとファンデッキなんで、ユベル本人デッキなんで、入れらざるを得ないということで、早速ね、なりきりデュエル、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。やべえ、いらねえやつめっちゃ来てる。いらねえやつめっちゃ来てるやん、これ。あ、これ先にあれか、融合できるか。いや、でも上振れ狙うならこうだな。上振れ狙うならこうなんですけど、これに、なんもない。OK。これ上振れ成功する可能性あるぞ。上振れ狙うならこれして、これして、で、これでこれ出して2枚ドローまではいけるな。で、開門効果。ハモンよりもラビエルの方がいいか。悪魔族だしな。最悪リンクさえできる。ラビエルだ、コントの召喚師で出す。うわっ。で、コントの召喚師の効果を発動。あらろ、ゲンマ王ラビエル爆誕。マジ、これユベル、これはユベルだな。今ユベルしてるわ。ちょっと若干召喚状況無視しすぎてるっていう話はあるけど。で、コントの召喚師の効果、混沌の召喚神の効果によって失楽園を手札に加え、そして失楽園を発動。ゲンマ王ラビエルが存在する場合、カードを2枚ドロー。うわっ、ユベルめっちゃ来た。ユベルめっちゃ来た。ちょっと一旦アルミラージして、はい、アルミラージして、で、七星の開門の効果起動、開門効果サクリファイスデモンロータスぶん投げて特殊召喚、はい、てかこれ先にあれだな、これ融合した方が良かったな。ニビル飛んでくるかもしれなかったもん、やべ、ちょミスりましたが、いいでしょう。相手何も持ってなさそうですね。何も持ってなかったら結構いい感じで展開できんじゃねえか、これ。てかこれ最大展開まであるの。おう、一応理論上の。こうするじゃないですか。で、マチュアクロニクル、これ超融合サーチまでいけるんじゃないですか。マチュアクロニクル発動、強くね、これ。冷静に考えて、このハンド、ナイトメアペイン、はい、でナイトメアペインが発動して、毎回うるせえな。
アルミラージ君、ナイトメアペインの効果で、ユベルバックハイ、怪我人持ってきて、でスプリットビューベル破壊されたんで、僕自身を特殊召喚で夢のモンスターが出た、出るたびにか、出るたびにマチュアクロニクルっていうカードの効果でカウンターが乗って、でカウンターここ取り除くと超融合をサーチできるっていう効果ですね。はい、で一旦クロシー、いや、ヤマ、ユベル、怪我人でヤマ、はい、で、ヤマ効果、シャーバル持ってきて、ランクロックギミックちょっと入ってないんで、今回は、ちょっとエクストラデッキがさ、超融合用にめっちゃ食われたんだよね。まあ、今回、ちょっと超融合、ガン積みしたいなと思ってて、デッキ作ったんだけど、超融合用にめっちゃ食われてさ、エクストラデッキがなんかあんまランクロックとかちょっと入れる余裕があんまなかったんでね。スピリットビブル特殊召喚で、クロシー効果発動して、ロータス蘇生する、いよいよで、シャーバラ効果、スピリットビブル爆破特殊、ユベル特殊して、めちゃくちゃモンスターなんだ。じゃあランク10一応できるんですけど、多分これランク10入ってないんですよね。ちょエクストラキーマジで枠がちょっと超融合ってやっぱさ、こういうとこあるよな。まああれだけ入れるっていう説あるんだけどね、ユベダスエビキリベベキターだけ入れとくっていう説はあるんだけど、でまあうー効果をデッキから超融合1枚手段があります。効果多すぎ、バロタよし。これにちなみにウリアさんはね、手札コストやからウリアさんは圧倒的手札コスト、まあ、これでいいんじゃないでしょうか。ターンを終了しましょう。で、ユベル効果発動して、モンスターリリース、サクリファイスデモンロータスリリースして、デモンロータス効果 で墓地から帰ってくる。 OK、 これでいつでも超融合打てるしね、まあ、ユベルがいれば、その普通のユベルがいればいつでも、超融合打てるのが強いですねこれね。誰？誰？まあいいか。まあそれぐらい、まあユベルいなかったらやばかったんだけど、これユベルいるので、まあ怪獣1体ぐらいでしょられてもまあギリ耐えてますね。スローンじゃねえかな、サイバードラゴンだと。やべ、ちょっとこれラギア吸われる、これちょっと使うしかねえか。ラギア吸われるわこれ、絶対ラギア吸われるやん。あ、メガフリートやだ。ヘルカイザーさん、ちょっと落ち着いてください。ヘルカイザーさん、サイバードラゴン特殊化だけで僕のラギア踏むのやめてください。サイバードラゴンだけでラギア踏むのマジ厄介だな。うわ、 SP リトルナイトバックタウン、そして SP リトルナイトの効果を発動。まあ、サイバードラゴン除外しといた方がいいか、融合素材とかになったりとか、サイバーリピアプラントの発動条件とかになるからな、これな。一応除外させてもらって、うわ、ここでリトルナイト使われたのきっちい、ここでリトルナイト使われたのマジきっちいわ。エマージェンシーサイバー OK、 ちょっとリトルナイト飛ばしとこ、もう機械族いない方がいいと思う。サイバードラゴン召喚されたらどうせリトルナイトも吹き飛ぶんで、なんかいない方がいい気がします、エクストラモンスターゾーンに。あと機械族がフィールド上にね。はい、さあこれで飛ばせてもろて、飛ばせてもろて、エマージェンシーサイバーでサイバードラゴン系のモンスター持ってこられて、オッケー。超融合あるから、なんかその良きタイミングで超融合ぶち込むわ。でサイバードラゴン、コア召喚してラビエル効果で、トークンが出る。はい、てかこれラビエル効果強制だからさ、発動すんの相手のサイバードラゴンコア召喚効果でラビエル効果って挟まれるからさ、サクリファイスデモンロータスの効果でチェーンできないっていうこれ相性悪ない、大丈夫、機械複製術よ、機械複製術は強い、さすがに。これ、まあ、レベル52体出てきちゃうんで、さすがにこれノバインフィニティされちゃうのですよね。ノバインフィニティされちゃって前に打った方がいいか、さすがにどうせ打つから、インフィニティ出てきたらどうせ打つから、なんでもうここいきなり行くしかないですね。ユベルダス、エービヒ、リベ、ベキターさん出していきましょう。相手の効果モンスターとユベルと、相手の効果モンスター全部吸収しまして、
すべてのモンスターで超融合、あなたと私で超融合、現れよ夢で出すエビキリーベベキト。よし全処理、オーバーロードフュージョンやめてください。でイベルダスエビヒリビビヒターの効果、融合サイズの数かける500ポイントの大ダメージ。これ戦闘ダメージ受けないし、戦闘ダメージがなんなら相手に反射するんで、なんかサイバードラゴンだったら、ま、なんとかなんじゃねえかな。あのランページオーバーロードで出されるとナイトメアペインとか破壊されるからちょっとやあめんどくさいけど、まあ、それでもあれだね、デモンロータスの効果起動できるから、まあ無効にはできるか、一応オーバーロードされても。はい、オーバーフューチャーフュージョンでもいいけど、はい、まあそうなりますよね。ヘルガイザーさんちょっと殺意高いのやめてもらっていいですか。おっと、割と強そうなハンドではあるが、割と強そうなハンドではあるが、いやーこれ一旦こっちから行くしかないか。姿勢の開門が発動して、で開門効果で手札に加えます。将来心加えまして、将来心召喚して効果発動します。はいはい、で増殖する G、 はい、増殖する G は、裏裏で止めさせてもらって、これさ厄介なのはさ、知性の開門とか暗黒の将来心ってスプライトも入ってんじゃないですか。まあ、今だったらユベルが多いと思うんですけど、どっちか分かんないっていうね。まあ、ゲンマも入ってるんですけど、暗黒の将来心あまりにも拡張性能が、出張性能が高すぎて、あのこれ何デッキか分からないっていうね、こういうメリットもありますよね。相手の増殖を打たせることができる、まあ打たせたところで別にケアできないことはあるけど、でサクリファイスデモンロータスの方を召喚していく。はい、召喚源増えてるよ。でサクリファイスデモンロータスの効果発動。スプリットオブイベル特殊召喚、スプリットオブイベル効果発動。毎回毎回俺ナイトメアペイン引いてるの偉くない？これナイトメアペイン引いてるとマチュアクロニクルにサーチ回せっからさ、これ超融合サーチギンだよね基本的に。これが強いんだよな。ナイトメアペイン発動で、ナイトメアペインの効果によってスプリットオブイベルを爆破する、バゴーン。そして怪我人持ってきて、はい、でスプリット効果、俺自身特殊化して、で怪我人特殊召喚して、はい、で2体で山出して、で山効果シャバラちゃんサーチしてきて、で2体でフローシープ、よいしょ。で、クロシープのリンク先に、ファントム出して、ユベルと、ゲンマ戻して、ユゴ。はい。で、クロシープ効果。ロータス蘇生。で、自分の墓地から、ヘルグレムスカマ効果。スピリット特殊。でシャーバラで爆破、オッケー。これでもうマチュアクロニクルのカウンターがね、もうこれで乗って強え、マジマチュアクロニクルのね、やっぱこのやっぱ簡単にこの超融合サーチできる感じがやばいね。てかさ、3枚超融合あんの結構バグってると思うんだけどね、これ皆さんどう思いますか。3枚は俺やりすぎだと思うんですよね、超融合。さすがに、まあ、超融合そんなに効く環境じゃないとかそういうのもあるかもしれないけど、いやでもさすがに3枚はちょっとやりすぎだろと思うんだけどな。できた超融合サーチ、はい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 、さああなたと私超融合していくぞ。さらに姿勢の開門の効果を発動して、姿勢の開門によって玄魔の召喚神を捨てて、そのまんま玄魔の召喚神を特殊召喚。そして玄魔の召喚神の効果、リリースするとデッキから玄魔系のステータスのやつ持ってきながら召喚条件を無視してて、手札からその玄魔系のやつを出す。召喚条件無視しすぎなんだよな。マジで召喚条件無視しすぎなんだよな。これちょっと待って、次元融合札はちょっとワンチャン、次のターンでもサーチできるから次のターンにするわ。ユーベル効果でモンスターリリース、うおー、サクリファイスデモンロータスのリリース。そして、サクリファイスデモンロータスの効果によって墓地から蘇る、うおー、よし。いやまあやっぱ玄魔がいる意味はこの状態ないんですけどね。あんまりユベルの基本展開に玄魔がいる、まあ、ランク10できるぐらいで、バルドラスとかいねえからさ、ランク10でまともな妨害になるやつあんまいねえんだよな。あいつはいるわ、未完工のアルベスケは。
あれがいる、DDD、シャチ王デスマキナ、あいつくらいなんですよね。みかんこのアラベスク、まず、あ、同色する銃だけ打たせてもろて、ちなみにユベルデッキって魔法罠向こうないんですよね。だからみかんこのアラベスクとかそういうカードはもう、ね、甘んじて受け入れるしかないんですよね。超融合で据えるんで対象取れないとかはまあギリ耐えてるんですけど、まあ、フーリー、はい、どうぞ。フーリーさんの効果も無効にしたところであんま関係ないんだよな、これ。あんまり関係ない。まあ、でもトラップカード、魔法トラップ持ってこないのうざいか。魔法トラップ持ってこないのうざいから普通に止めるわ。で、ファントムオブユベルの効果が発動して、相手のモンスター効果を、スピリットオブユベルを、破壊するに書き換え、で、スピリットオブユベルの効果発動。で、これさ、書き換えるとかいうさ、効果によって、チェーン1にさ、何チェーン1で破壊されるようにするの結構インチキだよね。うわ参戦はきつっ。ユベルってさドローなんだ。だからユベルってさ結局なんかそのタイミング逃すとかいうなんかそのうんこ仕様のせいでチェーン2以降で破壊されたりフィールドが離れると変身できないんですよ。デクレアラディバイナーはちょっとさすがにやばくない？デクレアラディバイナーちょっとさすがに。これなんだあれか、ブレイバーかなんか出てくるのか。てかもうアショカピラー入ってねえのか、あの最強の棒、遊戯王史上最強の棒、あヌートスやばい。あーなるほどね。いやーいやこれじゃあサクリファイスデモンロータスの効果でいいか。サクリファイスデモンロータスの効果発動、ユベルを破壊するに書き換えてください。相手のあなたのモンスター効果をサヌトスの効果発動、これをインチキ効果で書き換えさせてもろて、ユベル効果で、彼も一応効果発動しますか。で、いっぱい出しましょう。とりあえずモンスターをスピリットオブユベル特殊召喚で、カード破壊しますか。しなんだよ、ヤマってさ、そうだよね。いいえ。で、ユベル効果、ユベル出す、アブシェリッヒリッター特集、で、スピリットオブユベル効果。で、ダーナーフェイバーでセットして、オッケー。一生超融合の構え。一生超融合の構え。で、超融合過剰だな、これ。超融合過剰説。マクシムスドラグマ誰やばい、もうちょっと巻き込むしかねえこれ。だとしたら こいつの効果発動されるとさすがにやべえ。こいつはアドバンテージを稼ぎすぎる。ここだ行くしかねえ。うわあ、てか ラギアからでいいのか。対象取れない。あでもあれか、これ対象取れるから今フィールド上の、みかんこ以外はだから、こことリンク召喚してリトナ出して、はい、リトナー特殊召喚効果で、デグラディバイナーしょっちゃえばいいのか。これで、みかんこ対象取れません。対象取るだけで超融合はできるから超融合すればいいっていう説。対象取れねえやつは超融合すればいいんだよ。天帝の人、何？お前ハンド強ない？君ハンド強すぎません？どんだけ持ってる？いや、これでもさ、思ったんだけどさ、これ、冷静に考えて、みかんこのフーリちゃんって攻撃力ゼロじゃないですか。ユベルもゼロじゃないですか、攻撃力が。これだからさ、あれじゃないか。ナイトメアペイン発動されてる状態だったら、相手ダメージ入らないんじゃない。ユベルにしか殴れないんだけど、相手。ユベルが攻撃力ゼロだから、あんま殴れないっていう説あるよね、これ。あ、はい。どうぞ。大姫のみかんこ、どうぞ。テンション大みかんこ、はい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 、いいでしょう。で、持ってきて、はい、どうぞ。で、剣のみかんこはるちゃんが墓地送られて、伝承みかんこ効果によって、てかこれどうやって勝利、どうやってさ、これ勝つの？これナイトメアペイまで処理できないと、みかんこってこれなんか、戦闘ダメージ与えられない気がするんだけどな。まぁ、ちょっと見守だわ。はい、伝承みかんこ効果、なるほど。あ、あれか、そう、こっちにグトンノーロとかつけて殴ってくるの、これ。迷わし取り効果、お、すごい展開力だね。めちゃくちゃな展開力持ってんじゃん。で、ハレちゃん特殊召喚して、ハレちゃん効果で、まださらにみかんこサーチして、まあ、こちら対象には、今全部みかんこカード取れないんで、フーリがいるせいでね。
まあだから、まあ、普通のデッキであれば結構困ると思うんで、普通のデッキであればね、うん、まあ、このデッキは最強カードがまだ残ってるんで、マジで超融合どうすんだろう相手。イザナイロンド、なるほど。あ、パクるってこと？パクられても別にあんまり困んないけど、まあ、一応そろそろ超融合打つか。パクられても大したこと起きないけど、てかなんなら相手のフィールド上のなんかユベルとなんかあれじゃない、相手のモンスターで超融合できそうだけどね。一応もう打ちます。もう多分相手手が出ないと思うので、いきます。ユベルモンスターとあなたと私で超融合。やっぱこいつ召喚条件狂ってるって。なんだこのユベルモンスタープラスフィールドの効果モンスター一体以上とかいう激気の融合召喚条件、こいつ狂ってるだろ。どうなってんだこれ。超融合3枚で許されていいモンスターじゃねえ。はい。やばいな。うわ、やばい。何この反動。引きたくないカード全部引いたわ。これどうすんだこれ。やばい。じゃあこういうこと起きんだって。イベルさん、ヒーローライブ10台 !10 台 !10 台じゃん !10 台じゃん。エアーマン、漫画版最強モンスター。エレメンタルヒーローエアーマン。やばいこれ。10代 VS イベルっていう激闘を繰り広げられそうな気がするのにもかかわらず、まあでもこれあれか、いっちゃ、でも無理か、これ融合イベルも出せねえな。いやこれやばいぞ、このハンド、このハンドさすがにやばい。ちょっと待って、相手イベル、相手10代なのにさ、イベル君がさ、ちょっとさ、手札が鬼事故ってるせいでなんかいい勝負演出できないって、多分これ相手10代なのに、くっそ、GX、遊戯王 GX 始まってんのにこれ。やばい。ディアボリック、あ、じゃあエドフェニックスでもあんのか。エドフェニックスと10代合体してるやつか、これ。相変わらずこのデッキ展開クソ投げんだよな。なんか いつの間に主人公はこんななんかガンマースデッキになったの。ヘルデバイサー、何ヘルデバイサーだと。なんか、まあ、珍しいね、ヘルデバイサー入ってんの。ストームネオス、え、やばい、ネオス、おー、ネオスペーシアン入ってる方、はいはいはい、マジで、あれじゃん。10代じゃん、じゃあ。マジ10代。漫画版10代と、あれってこと？あの、アニメ版10代合体してるってこと？なるほど。手札の数、異常に多いな。さすがヘルデバイサーくん。ヘルデバイサーくんめっちゃ優秀ですからね。ネオスペーシアンとかネオスが余裕でサーチできる。デステリーヒーロー、デストロイフェニックスがやばい。エドフェニックス、悪魔のエドフェニックス魔改造モンスター来た。あ、なるほど。やばい、これダークローか。それはちょっと聞いてないな。ダークローはちょっとやばいですね、非常に。さすがに、あ、でもさっきあれか、あのシャドウミストが使ってた。プリズマか、何プリズマ効果、なんだと。プリズマ、エレメンタルヒーロープリズマ、ここからユベルでも始まるのか。グランネオスで、ね、キチクモグラ来た、キチクモグラ来た、キチクモグラ、あ、やばい、これ待って、これもしかしてなんだけど、え、手札にさっきさ、あれだよな、ネオスペーシャン2枚ぐらい持ってきてたよな。え、これもしかしてなんですけど、なんかネオスペーシャン3体合体しようとしてません？いや、これもしかして遊戯王終わる。いや、これ融合一応できるぞ、ワンチャン俺の手札。ちょっと待って、これ遊戯王終わる、遊戯王終わる可能性、あーやばい、ネオスペーシアン3体とネオスはマジでやばい。あー次世代のカラミティ来た、お、10代落ち着けって、10代お前やっていいこと悪いことあるだろ。10代さん、ちょっとやりすぎですって、コスモネオスはあかんのよ。それ出されたら遊戯王できんから。